ます。おはようございます。急いでますか？あ、急いでます。あとちょっと4分ぐらいで朝会なんで。はい。おはようございます。おはようございます。おはよう。じゃあ豊田君、ここで自己紹介しますか？はい。大東文化大学3年の豊田優馬です。お願いします。今日はどんな一日ですか？今日は、最初朝会やって、で、その後、営業のミーティングあって、その後、アポとか資料作成と、あとリスト作成して、で、今日は1時半から面接あるんで、面接してから、ちょっと作業して部活行きます。行きます。行きます。おはようございます。あと何分？あと、あ、3分です、はい、あ、2分です。おはようございます。あと1分？あと1分です。10月19日、朝会です。次お願いします。みんな1日頑張りましょう。頑張りましょう。次は？次は営業のミーティングします。今日何時だっけ？あ、始まりですか？いや、違う。明日です、ケリーさん。OK です。お願いします。ごめんなさい、大丈夫です。ありがとう。はい。何話したの、今は？今は、なんか週の、なんか営業のどんぐらいかけたとか、まあ、今どんぐらいの進捗かっていうのを、星さんに伝えるっていう。なるほどね。回です。今から、商談、行ってきます。お、行ってらっしゃい。はい。じゃあ、ちょっとお風呂場、向かいます。こちらでやります。商談緊張しますか？最近は慣れてきたんで緊張しないんですけど、ちょっと今回のところがあんまり熱さが感じられなかったので、企業様がちょっと怖いです。でも頑張ります。僕中心でちょっと進めてって、池田さんが少し補足入れたら入っていただけるとありがたいです。今ちょっとに送ったけど、はい、こんな感じで多分まだ動画とかやったことない企業さんだから、はい、ある程度まとめてみて、はい、はい、そうですね、まあ、ちょっと折れずに頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。お願いいたします。今回 YouTube っていうことであまり知らない分野と思うんですけども、今回3年ぐらい YouTube やってますので、そこをお話したいなと思ってます。すみません、本日はお時間いただきありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。どうした今日は？僕的には、まあ、80点ぐらいかなって。もう結構いいね。他のサービスも検討してる会社さんだったから、はい、それに対してはうちがどういうメリットがあってみたいな、うん、比較した提案ができるとより詰まったのかなというふうには思って、はい、ありがとうございます。次は商談終わった会社様のご提案資料を作りたいなって思ってます。カラオケダイエリー、みんなでカラオケ行くの？カラオケ行きたいです。来週だよ。早くないです？来週の。めっちゃ直近だよね。来週水曜日。水曜日、夜。あ、夜なの。お、ございました。どうだった？めっちゃ美味しかったです。美味しかった。はい。このあと30分後に面接があるので、オフィス素早く戻りたいと思います。はい。ハプ前なので行きます。はい。僕の好きなところですか？面接前のルーティンとかあるの？特には決めてないんですけど、一個なんか YouTube とかで面接動画を見るってことはなんか ルーティンなのかも知りません。自然とやってます。緊張する？いや、全然しないです。おー、頑張ってね。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。どうだった？緊張感すごくあって、ちょっと正直何言ったかあんま覚えてないっていうところはめっちゃむずい質問1個来ました。どういう？インフルエンサーマーケティングって今後どうなっていくと思うっていう抽象的な質問ポンって出されたから、それはすごいヤバって思いました。あ、お世話になっております。私、大東文化大学3年の豊田優馬と申します。こちら新卒採用のご担当者様のお電話番号でお間違いないでしょうか？はい、私大学に通いながら旬ダイアリーという新卒採用向けの YouTube チャンネルっていうのを運営しておりまして、ちなみにひらがなで旬でカタカナでダイアリーと YouTube とかで検索していただけると多数動画出てくるとは思うので、もしなんかちょっと怪しそうだなと思ったら、はい、ありがとうございました。失礼いたします。どうでしたか、トヨッチ？まあ、取れなかったんですけど、うん、後にもしかしたらつながることはできたかなと思うので、楽しかったです。おー、よかったよかった。はい、はい、よし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 よ。すごっ。これ全部校舎でしょ？あれも校舎。そうっすよ。
これも校舎で、今いるとこも校舎。上手2年生の、あのキーパー就活すごい頑張ってるなって多分2年生でも噂してて、へー、はい、就活のことなんか豊さん聞いたらなんか大丈夫なのかなみたいなめちゃめちゃ信頼されてるやん。豊っちどんな人ですか？豊田くんは、まあ、サッカーではボールを一生懸命追いかけて必死なプレーがとてもかっこいいなと思います。以上です。豊田のいいところは誰とでもすぐ仲良くなれそうな感じなので。確かにね、愛想がいいっていうか、うん、愛されキャラだよね。まあ、まあ、そこまではいかないですけどこんな感じでユニークな選手たちとサッカー楽しくしてます。始まりますね。始まります。見せどころ、もう見せどころなんで頑張りますよし、はい、締めよう。よし、やっていきましょう。ミカ、ミカ、ダンス落とし。やり直し、ミカ。スタート、ミカ。行く。頑張ってね。ありがとうございます。ユキャン出る。出ないです。流星、流星、流星、流星。流星、行くよ。お疲れ様。お疲れ様です。じゃああとは帰るだけだね。帰るだけです。完全には調子いいとは言えないんですけど、うん、まあ、ここからいろいろちょっと時間かけて頑張ろうかなって感じです。なるほどね、はい、そこも頑張りつつ、まあ、ダイアリーでの活動もめちゃめちゃ頑張りたいと思います。トヨチはさ、なんかさ、はい、動画だけ見たらさ、はい、インターンもやって、はい、サッカーもかっこよくて、はい、もうなんか完璧人間みたいな感じじゃない？めっちゃ異性です、それは。自分のダメなところとかコンプレックスとかはあるの？コンプレックスは自分のエゴを出さないとか、うん、まあ、それいい時はあるんですけど、もっとガー出していいよとか、うん、もっと自分の意見、自信持ってぶつけた方がいいよってすごいよく言われたり、遠慮しちゃう部分とか結構あって、自分の中で周りちょっと見ちゃったりとか空気読んじゃったりとかっていうところはいいところっていうのは言われるんですけど、もうちょっとエゴを出したいなっていう。自信ないって言ってたよね。あ、そうっすね。自信がないみたいなのはもう、うん、治った？治りましたね。だから勘違いでしたね。自信がないんじゃなくて、うん、周りを見ちゃうっていう。確かにトヨッチってなんか俺が俺が感はないよね。そうっす、それは、まあ、いいとこでもあるんだけどね。そうなんですよね。そこはちっちゃい時からは変わってないと思います、ね、あ、就活はどう？結構うまくいってる？そう、選考はなんか一次面接とかは今全部通ってて、うん、そうです、今日も二次だったんで、うんうんうん、そこはまあ様子見みたい、様子見というか待ちですね、うんうんうん、じゃあ帰ります。お疲れ様です。本当にお疲れ様。これからもよろしくね。はい、お願いします。